大阪市立この花総合高等学校は、かつて、大阪府大阪市この花区取島2丁目にあった、総合学科の公立高等学校。学校等配合に伴い、2008年度2009年度の2年間のみ、この花区西区上6丁目の大阪市立桜この花、中学校、高等学校内に校舎を設置していた。1963年に開校した大阪市立、 この花工業高等学校が前身となっている。1998年に総合学科へと改編され、公明も大阪市立この花総合高等学校へと改称された。総合学科の中に国際コミュニケーション、数理科学、メカトロニクス、食物文化、芸術メディア、健康スポーツの6系列を設置し、生徒は自らの希望進路や興味関心に応じて、 授業を選択していた。食物文化系列では調理師資格の取得も可能となっていた。2008年度に大阪市立大木町高等学校と統合し、大阪市この花国宿場6丁目に中高一貫校大阪市立桜この花高等学校を設置した。これに伴いこの花総合高等学校は2008年度以降の新入生募集を停止し、 最終学年の在校生が卒業した2010年3月に閉校した。また在校生も2008年度2009年度の2年間は大阪市立昨夜この花高等学校の校舎内に移転し、昨夜この花高等学校及び大木町高等学校と同居する形となった。ありがとうございます。